今更解説するダークソウル3武器別おすすめ攻略講座。今回はモーリオンブレード編。自らの HP が 20% 以下の時、攻撃力を増大する効果を持つ直剣。死の間際に最後のバカ力を発揮するこの武器で、窮鼠猫を噛んでいきたいと思います。それでは行きましょう。モーリオンブレード。それは窮鼠猫神。黒教会の戦闘を模した異形の剣。8つの枝葉と無数の棘を持ち出血を強いる。また黒教会の祝福は使用者の危機を喜ぶといい、 HP が大きく減ると攻撃力を一時的に高める。異形の姿にふさわしい呪われた剣であろう。今回は本来メインの攻撃力を増大するために使われるこのモーリオンブレードでサクサク攻略をしていこうと思います。それではキャラクターメイクいきましょう。キャラクターメイクです。素性はイベント進行に必要な最低値の履力を持ち、また近接型のステータスを備えている傭兵。そして副装品は黒カインツボで始めていきましょう。それではいきましょう。レッスン1、モーリオンブレードを入手せよ。ということで、モーリオンブレード、ロンドールのヨエルのイベント、そしてオーベックのイベントですね。この2つを進めることで入手ができます。非常に厄介なというか面倒な手順を踏むことになります。手順違いを起こしてしまうと、その周回入手ができなくなることもあるので、注意してフラグを立てていきましょう。さあ、まずはグンダをこの最強の武器で蹂躙していく。この武器の強さをね、ボルド戦まで享受していく。ロンドンのヨエルのイベント、ユリアですね、ユリアのイベントを進めるためにはヨエルを助けなければなりません。まあ、いつも通りヨエルに頼ってレベル上げを任せていきましょう。さっきヨエルって言ってた俺、ユリアね。まあ、ユリアオーベックのイベントといってもほとんど初期の初期なので、入手のためのフラグの立て方さえ間違えなければ大丈夫です。じゃあラジレザー七色石。ありがちなミスとして、オーベックを返す前にオーベックを殺害してしまう。もしくはユリアからオーベックの話を聞く前に殺害してしまう。このどちらかをやってしまうと、モーリオンブレードは入手できません。注意しましょう。では、光るくさび石を2つ。ついでに、ジャンプ切り。からの、L1、2発。これで、光るくさび石を3つ回収。この強さよ。この強さを享受するのは、これが最後だな。また後で来る。それでは行きましょう。冷たい谷のボルドを傭兵の相当で倒す。早く倒そう。素早くね。手早く。素早く倒すっていうのは速殺がやっぱり基本ですよね。捜査官のね、グール捜査官の基本なんですよね、やっぱり。基本は速殺。敵を苦しめない。必要以上にね。それによってやっぱり鮮度のいい武器をね、鮮度のいいソウルをいただくという。これは行きましょう。ここでひるませたの美味しい。これね、途中でひるませるのが一番寒いからね。まさに。はい、2回。そして3回目をローリングで回避。せず、あえて。この、あえてし、わからんか。まあ、ど素人にはわかんないよね。あえて下に潜り込むというね。これ、極意です。極の番。渦巻き。まあ、この、くるって回転する様をね、渦巻きと例えたんですけど。やっぱりね、敵に巻き込まれるっていう、まあ、たまにはやった方がいい。この辺り。で、あ、何起きたかっていうと、L1 を押してしまいました。よろしくお願いします。なぜ来てるし。では今回のキーパーソン、ヨエル。まずはヨエルを従者にする。そこからスタート。ここどうするか。壁を使えるのはお前だけじゃない。こちらも、まあ、無理な時はプロロルシル。モーションが強すぎる。スモレザーマストです。そしてここは一旦 S と決めてからの、グールグール。これ、アーランドの錬金術師。グールグールなんですよね。まずいっす。あ、待った。エスト。エストック決めて。はい、余裕。グールグールはね、2の型があるから。2の型。山の呼吸2の型があるから。ここまっすぐね。ギリ。で、この状態で、あそこに行くのはもう、愚策。愚者です。フール。フールフーラフーレスト。この残り火という名の戦争ら取って、はい、致命。はい、致命。さあ、立ち止まりませんよ。もう、モーリオンは目の前なんで。ちなみに、ここに座る理由もないから、さっさと行きましょう。アンリさん、彼、または彼女。彼女の意思は俺が継ぐ。そして、任せていける。いい目になった。あ、やばいっす。さあ、それでは早速会いに行きましょう。オーベクさんは順路。右ではなく、まっすぐ。そして階段登って右です。さあ、ということで、すべてを破壊してから、静かな読書をさせず、学びたい。これ、履力10あれば、大丈夫です。約束しましょう。こんな約束は保護すればいい。まずはヨエルの時間ですね。少しでもレベル上げをしてからヨエっていきましょう。まず一応必要最低値の技量17、筋力14じゃなくて12。あとは生命、期間、時給。いや、時給振るのまだ
万有引力だわ。筋力13ぐらいにしよっか。一応筋力の方が補正値高くはなるので、これが地味に生きるはず。では、ヨエル殿。ひとまず何をあげるかというと、まあ、無難に生命あげますか。いや、今回火力あげるか。生命とりあえず15で止めて、筋力あげていこう。生命力の代わりに持久力を上げるんですよ。Be safe. I'm allowed. お前らの、ではない。火力不足。それだけだな。さあ、ヨエル殺したから、プロロ。そして、ヨエル殿の主。ではない。ユリアさんです。ユリアさんに話しかけると、ビンハイムのオーベック、あの者は不穏だ。あの者は亡者、そして自らを亡者の王たらんと考えている。放っておいても、いずれ機構の敵となるだろう。であれば王自らの手で殺したまえ。というセリフね、現地取りました。まあ、つまり俺の敵なんですよ。オーベックは敵ならば殺さねばならんな。死ね、オーベック。特に理由はない。速見やばいっす。なるほど、こいつは強いな。だがしかし、やばいっす。そこまで舐めるな。パリーができない武器で俺に挑め。クイステッドワンダーランド、お前もその使い手だったか。アセおえパイソン、完璧。それはない。はいはいはい、とコンビネーション。何本飲む気だ。そうやすやすと飲ませるとでも。ディズニー、クイステ残り火。このために取っておいたのさ。お前もう飲まないだろ。おえパイソン、バン。3本目。はい、3本で終わりと。果たしてお前の FP が持っているのか。いいステップだ。いいステップだ。褒めて使う。だが、弱い。確かに亡者の王足りうるかもしれん。だが俺は、すべての王となる。位牌を渡そう。殺しました。ということで、モーリオンブレードいただきます。ということで、こちらがモーリオンブレードです。随分まがまがしい見た目をしていますね。見た目の通り、切りつけたら体が裂けていくでしょう。故に出血効果を持ちます。出血34。で、補正は筋力、技量 DD、飲む麻薬 DD ですね。世界への悪意、ジャイロ、NGL 創始者、一から出直しだな。で、おなじみの。では、過去は切り捨てよう。相当は売ります。相当のサンダードラゴン。ウッドシードもいらん。まあ、直剣ということで基本的には片手で使います。それ以外の使い道はなし。スタミナ消費量は1、2、3、4、5と。もう少し振りたいですね。で、エンチャント負荷の強化は光るくさび石です。まあ、光るくさび石強化ということで集めようと思えばすぐ集められますね。ということで行きましょう。レッスン2。モーリオンブレードを最大強化せよ。戦技は普通の構えですね。じゃあまずはとりあえずプラス2に。とりあえずね。まあ、補正の入りはいまいちですが、181か。じゃあ、ひとまずレベルも上げていきたいので、とりあえず、石杖の森の先から、向かいましょう。石杖の森ね。では、光の水たまりの下から、君の名前は。やっぱ、そうもんでしょ。おっせえ、おっせえ、おっせえは、モーリオンの力見せてやるよ。鉱山。モーリオンはね、恐怖の対象だから。またはね、窮地。この、はしごに乗るって、一歩、手を外したら、その瞬間死ぬってもう、トーターツですよね、トーターツ。このトーターツを感じてるんですよ。死を実感する。なるほど。領域展開ね。私の勝ち。そちらが届かず、こちらが届く。足が短いな。コウさん。危険ですね。危険ですね。来いよ。やめてください。これ生きるんですよ。調整したからね。はい。相打ち。相打ちです。ね。計画通り。ちょっと、ウイジン行きますか。はい。ポイズン。ウイジンやばい。だがしかし、まあ、結局直剣ですから。当然逃がさない。逃さない。ヒカルは一つずつ。確実に回収。そして夢追い人の位牌はガチでいらないです。今回はガチでいらない。だから聞かせる聞かせないとかじゃない。あげない。まず直剣としての矜持ですよ。直剣イコール強いっていうね、その概念。崩すか否かですよね。これで崩すか否か。崩さない。と思います。1、2と無難に行くならこの1、2がベストですね。で3発、行けるときは3発で距離を取って全体像を把握する。多分掴んでくれる。まだ掴んでこない。2発ね。2発止めで何をしてくるかを見る。これこそがね、ダクソプレイヤーとしての慎重かつ大胆な、いや慎重なプレイです。プレイングね。このね、手堅いプレイングっていうのはもういろんなゲームに共通して言えるから、とにかくダメージをもらわない。ダメージをもらわなかったらいずれ勝つ。まあそうじゃないケースも
往々にしてありますよね。ハグレディ蹂躙。位牌はね、渡しません。待って、緑化層あるか。まあ、聞かせないんですけどね。聞かせることはしたくないんですけどね。あ、緑化層あるなら、ちょっと、渡す意味ありましたね。嘘つきました。ごめんなさい。ということで、ハグレディソウルは売る。で、レベル上げは、ちょっと時給見ていくか。6発振りたいな。いいね。持久力20でちょうどいい。じゃあ、あとは、筋力だな、やっぱり。やっぱり上がり幅は筋力の方が高そう。筋力優先で。あ、ユリアさん。用済みなんだよ。ウーラシールのな。正気です。硬っ。出血しろ。ダークハンド持ってる。ダークハン。出血で勝てばいいのですよ。闇おぼろ。刀身が見えない。いや、刀身見えない。あれ？うわっ、つっ。はいよ、ゆう。はい、置き攻めの時間でーす。はい、はい、はい、はいと。なるほど。はい。あ、出血。スタミナ。スタミナイズパワー。ふん、無駄。おいしい。でスタミナマックスにして、勝ち確です。はい、弱い。刀身が見えてんだよ。インビジブエアが溶けてますよ。はい、ということで敵対しました。あえてです。そして最重要、不倫指輪。そして超重要、緑化部屋。それではちょっと寄り道しましょう。今回せっかくね、ロンドール勢と敵対しているので、ロンドールの白い影を二人倒して、あの白い防具もらいましょう。来たか。とりあえずこれ逃げましょうか。この追うものをまず避け。ワロス！ワロタ、ワロタ、ワロタ。さすがに、ワロタ。全力回復。この回復量ね。何？俺ナイフで、マジ追うものやめて。マジ。マジで。追いすぎ。ヒュッ、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 ヒュッ。おら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 。かかった？クイステッドワンダーランド？クイステ勢多すぎだね。うわ！終わった。でも相手が、あれをね、クイステを持っている以上、攻めにくいんだよな。はい、はい、はい、はい。余裕じゃないか。あっけないな。接近戦挑んでみれば。随分と。現在攻撃力は210です。これ、不倫特化に一応してますね。そしてこれが、キュウソネコカミ。253。まあまあだな。あまり舐めないでほしいな。俺の強さを。モーリオンを甘く見るな。モーリオンは、女皇ではない。主皇である。ということで、シリーガブザイヤー、受賞です。弱っ。マジ、弱っ。あ、弱っ。おい。いや、これ直剣の片手持ちでこれだよ。ってことは、手数、イズパワー。で、出血もするから。勝ったな、これ。これ、待って、集中します、ただ。いつもの3倍集中する。いつもはね、多少ふざけてはいるけど。バン。バンと。これ、ちゃんとかわしていかないと、簡単に死ねるから。ここ、スタミナ蓄えて、1、2、3、4、5と。マジか。これ、いけないの、やばい。危ねえ。素早く後ろ、素早く後ろ。素早く後ろで、クルリンパと。1、2発。もう一発。これいただいた。これはいただきました。1、2発。この出血は大きすぎる。一発は入れよう。最悪。待って、ドドン。後ろ、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 後ろ。1、2、3。うわっ、危ねえ。いけるいけるいける。これはいける。まあ可能性を提示するよね。例えばこれで攻撃力がめちゃくちゃ著しく下がるとして、果たして結果は変わるのか。あのわずかなね、あと少し、それが90となると、これさすがに急走ありか。まあ、出血前提で考えるのであれば、これは残念ながらこれで十分な気はするが、出血前提ね。出血前提なら、これで十分。ひるませて、で、後ろ回って、ちゃんと。レアイの来ちゃった。レアイの来たな。逃げるわ、さすがに。
出会いの人は逃げるよ。それはそうでしょ。そう来るか。これでもなんか十分戦えてる気はするんですけど、それはどういうことですかね。追いかけましょう。こっちへタン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 で後ろ回って、思いっきり前ですけど強制的に後ろ。これ手数稼げるからイズパワーかもしれない。こっちの方がいいか。こっちの方がダクソ3に合ってる。ダクソ3はこっちだ。いや、まだ判断するには早い。時期尚早というもの。踊り子一体で判断するのは正しくない。ただこと踊り子に関して言えば、このムーブの方が分かりやすい。これ避けたら多分ラッシュして勝ち。終わり。おいおい、9素弱し、9素弱し弱し。これはちょっとまずいですね。悠々式ですね、これは。さすがに。さすがに悠々式ですね。まあ、先の攻略を見て、生命は20に振っておきます。火力はやっぱり上げておきたい。スタミナはもう必要ないですね。これは筋力重視で、筋力40まで振っていきましょう。ただ、出血を生かすってなると、やっぱり、いや、答えはこの先にあるんですよ。答えは得た。では、ロスリック城の光るくさび石を収集します。収集に加える。それでは行きましょう。初回得点ログインボーナスです。ログボーローリングで受け取って、ここはクイステ。クイステにより前。そしてこの武器の進化はね、踊り子戦では発揮できませんでしたが、この指輪さえあれば、赤い累積。やるしかなかろう。真の強さを見せよう。ここに2つ。このエリアの光るくさび石はあとこの2つですね。まあまあまあ、死んでよし。行ってよし。いや、ちょっと待って、おい、モーション、はい、オッケー。収集に加えた。これで全部ですね。もう死んでいい。もう結構、もう用済みです。ウーラシールドな。ではモーリオンブレードプラス3。あと5つね。ついに始まってしまうか、9素の物語が。現在232の攻撃力がどこまで上がるか。来た。いや、危ね。待って、よし、これでいいな。いくつか見れられない、いくつか見られないっす。その前に倒してしまうから。いけ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 、惜しい、惜しいな。でも2ターンキルが確定した。これはお得意の強制力、こっちだと思うな。ですよね。あとは、はい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 、終わりと。いいね。ちなみに攻撃力は371か。まず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 というか、強い。あと3つか。あとひらがな3つだから、この下の2つ拾って、で、DLC で1個拾って、現場も拾って、GG。よし、これで7個。あと1つ。アリアンデルと呼ばれるある冷たい国に彼女に火を見せてあげたい。腐れを焼く特別な日だ。願いを聞こう。ということで、エレーミアス、絵画世界。これはね、結晶トカゲを追い込む。追い込むんですよ。あの世に。よし、これで光は全部集まりました。まあ、この戦闘のコツはまず切りつける。十分切りつけたらファイア、これでひるませて、でスタミナなくして、そしてもう一度切りつける。この距離は全部火炎壺で OK。 そしてやつは容赦なく黒火炎壺で、ちょっと入れたら逃げよう。これで勝てる。これで確実に払う。ナイス。すると謎のはしごがかかるから現場ゲットです。はい、現場ゲット。それではモーリオンブレードを最大強化します。出来上がったな。攻撃力は298。まあ300素で届きそうですね。十分強い。乗り越せは筋力 C の技量 D ですね。 DD は乗り越えたな。ってことはつまり筋力に振っていけばそれだけ強くなるということで、この先はね、この武器の強さを存分に見せていきながら攻略していきましょう。サクサクね。レッスンファイナル、モーリオンブレードでロスリック駐輪。どこで9素調整するかだよな。ここか？ここだな。ここじゃねえな。これ以上ない。勝つない。これで行こう。よし。迷わずプロロで敵をいなくしよう。特化で行きますか。あー、これ行きましょう。482はちょっと美味しすぎる。モーリオンの進化を、いや、旧森レガリアを見せてやるよ。ということで、深淵の感謝。まず奥に行きます。奥に行くのは確定している。確定事項。
で後ろ振り向く。バクステから入りたいな。離れて。いつもと同じムーブではダメだ。いつもと違うムーブ。なんだこの火力は。終わった。あ、終わりです。はい、終わり。あまりにも強いな。これが9盛りか。ただ最大強化。これ以上ないということです。ダブルモーリオンとかできたら最高なんだけど。これ炎かすったら死ぬから、本当にバクスタ一戦決めるしかない。一撃。危ね。ああ、動いしすぎる。それは勝ちです。我勝てり。はい。はい。これだよ。これだよ、追い求めていた。十の輪は。これしか勝たんわ。ベネ。これベネだわ。エグベネディクトだわ。一つ言えるとしたら、貴様らは敵ではない。もはやな。さあ、この弾をドッカーン。遺骨をコツコツ回収。さあ、来るかい。罠だぜ。3人かかったな。あ、っていうか、調整忘れてた。もうちょうど良すぎるスポットがあるな。やばいね。これは強いな。ちょっと。ってことで、サカズキ交わしに行きましょう。覇王、レイスウォール。まあ、ちょっとレイスウォールオーブンで真実に迫ろうかなと思います。一撃。そりゃ一撃でしょ。で、内側できれば入りたいよ。1、2、3。OK。終わった。これ終わった。はい、余裕。はい、余裕。これ、深夜に飲ませることなく、ね、相手を。これ逆に相手をね、ウォルニールを思ってたから、即殺が基本って言ったでしょ。そういうことです。即殺。あの速度で倒すと、引きずり込まれないんだな。このビッグブリッジの戦いは、もう完全にね、1000ゲー R2 打つって決まってますから。相場は決まってる。構え。そして、打つ。うがて。パーフェクト。そして地名も入れていくと。やばすぎ。このやばすぎた枚数をどうする？右目重たくなっちゃうんだよな。でも4か下がるの。じゃあありだな。うわ、4上がる。4ずつ3、4、3、2、4。じゃあ筋力だ。今回サクサクをキーワードにしてしまったせいで、エストビン回収できてませんね。攻壁のも回収してないし、王の庭も回収してない。あと、生贄の道も回収してませんね。3つ損してるな。この3つの損が、もう勝負を分かつようで、分かちそうですね。分かちそうなら、容赦なく回収しに行きます。てか、もう回収したい。とは言ってもね、とは言っても、初等化を開ける気は毛頭ないんですよね。なぜなら、私たちは最強なんだ。ただ一つだけ覚えておいてほしいのは、クイステには頼らない。いや、正確にクイステ頼るけどもですよ。けども。ここで使うんですよ。クイステ。クイステッドワンダーランド。ここフリン外して、ロイド。主審ロイド。もっと言うと石類がいらんな。でもロイド。ジ、言わせる。では、ロイド。一撃。ロイド込みで一撃かな。ということは、つまり、小次郎の方が強い。あ、ロイドなし一撃じゃん。じゃあロイドいらんわ。ってことはもうロイドの呪いには囚われない。サクサクだね。ザックザク切れる。痛いです。やめてください。それはやめてほしい。全員滅していこう。全員、血にまみれる。お前は彼だ。泥にまみれる。まずどかして、真正面から、切るべし。ぴょん。はや。直剣強っ。これ、モーリオンじゃなくて直剣が強いな。直剣という武器種が強い。武器カテゴリーがただ強い。3、3、4。いや、4上がるのちょっとやばいな。完全に筋力型の武器じゃん。一応上質だけど。あ、この帳。旧森レガリアは確かに強力だが、そもそもレガリアの一撃を食らってる時点で対人的にはぬるいよね、と思ってるデモンズ対人勢のみが通ることができる帳か。まあ、足し引き合ってるな。実際、旧森レガリアはぬるいし。本気で倒したかったら、旧森ターバン狂気の触媒、火のしぶきですね。抗えないから。いつも、どこにでもいる。このクレイトンはやっとこう。猫指は欲しいし。バクスタ。そして、バクスタを取ってからの、はい、はい、
今ラグったぞ今。そのバクスター美味しい。これ逃がさないぞ絶対。絶対逃がさない。逃がした。ちょい遅らせ R1。はい、出血。飲ましてやるよ。選別だ。くれてやる。友情チェーン。友情だよね。結局。友情ですよ。しかし、別れる。あくまで女皇だから。このモーリオンとしての矜持ね。女皇です。ということで、猫ジャーンいただきます。クレイト。待ってろ。いけ。ミスった。完全にミスった。全然落とせる気配。あ、落とせる。鉱山。あぶね。一緒に落ちる。鉱山ではない。真の鉱山。真の鉱山は相手の身を一方的に落とす。いった。やってくれたな、おい。ここで食らうのはゴーハラですね。ゴーハラなので、エストスープによる全回復。一応厄介だから君は倒しておこうかな。パリ。お、元気士の盾。小さな館と廃聖堂を守り続けた彼の盾には、古に去った女神の核がまだ残っているという。本当に？ただの物理カットが高い盾じゃん。最優の盾じゃん。ちょっとロック座りてます。ずいぶん早いね。何かいいことでもあったのかい？弱いなぁ、白い影。うわ、追う者たちはダメ。それはダメだ。それは俺に聞く。やっぱ非 DLC。DLC 以前の闇霊は AI が賢くないな。ぬるい。さすがにぬるすぎる。それじゃ俺には届かない。よし、OK。これで勝ち。これで後ろから切られなかったら勝ち。では行きましょう。左手をつけるのはしようがない。ロイドはアンチ。537。いいね。来たな。ただこれ一撃がどの程度かっていうところによるんですよね。一撃どの程度でいけるか。それを見て、行きたい。行け！超えすぎ。超えすぎだけど、これをね、超えて行け。旧森よ。旧森の力よ。すべてを超えていけ。あ、一発。十分だ。なめんな、レガリア。これがレガリアだ。レガリア・オブ・レガリアス。真の頂き。トロパイオンの塔の頂きです。うらぁ。おら、アルツ。そして致命。致命で倒しきる。祈りは与えない。祈りは届くよ。人はそれで救われる。これ届くでしょ？届け！で、ダッシュ R2 からの地面。なんかいいコンボになってるわ。さて、寵愛。寵愛は、そうですね。この先のエルドリッチ戦はこっちだな。エルドリッチ戦は、さすがに、旧森でやれるとは思っていませんので。適材適所ね。適材適所。あいつほど防具を着込んで戦った方がいい敵もいない。ユーチョーブジャビス。受賞。無理っすね。だが、意図せず分断。できてなーい。やばい。やばすぎ。ラッシュ。槍ってのは所詮、盾に弱いんだ。スカルス。はん。ということで、あのラウンド。ここは当然、セキュリーは使わない。ほら、これで。おい。呪いは、呪いはさすがにさせてくれ。呪い呪われ。行きましょう。エルドリッチ。真正面が。この距離でそれ当たると思ってんの？弱っ。よし。出血狙いじゃん。もはや出血狙いしかないじゃん。無駄食い。ほうれん草無駄食い。食べ過ぎも良くないからね。実際。それは、ちょっと待って、どういうこと？よくわかんなかったよ。よくわかんなかったけど、スタミナの暴力だった。やっぱスタミナズパワーだ。一撃が火力がなくてもね。決して火力がなくても、そう、救われてるんです。それさえあれば。いいね。これ美味しい。全然スタミナないっす。ビビった。ワンチャン！ワンチャン！終わり！ナイス。強いじゃん。いられれれれれれ。いやいや、エストの方が強いですから。あまり舐めないでいただきたい。さて、3、3、3、2、3、2、3。40以降はさすがに上がりが少なくなってきたな。となると、こっちか。生命上げる気が起きんな。チナここで待機。マドニと。あれ？ならば出向いてやろう。
はい、手図からね。手図から R1 押し続ける。スタミナの棒、血と棒ね、血と棒と剣ですよ。血と棒と剣、まあ俺、まあ、一応全て兼ね備えてますね。そして青白くベタつく何かは残念ながらエンチャー不可ゆえときましょう。ロイドロイド G、 ユアセルフ、シテロリッター Y のシフト、あなた自身。音である R のロイドは、姿形以外に相手の記憶と精神の全てを、この間からローリングをすることでプロロルシルフ、これでやり直しは効くと。何度でもやり直せる、何度でも買い直せる。ってことで、私やギリ、あ、バラシアジョネス。さて、旧森が生きる。といえばもう、ヨウムです。完璧ヨウム。ちょっとに。ナイス。いいね、581話。これ完璧です。もう純粋。純粋な不倫。来いよ、ヨウム。これ、戦技は、片手なら、片手状態でできるね。左手素手なら。もちろん R2 を頭に当てていくスタイルです。当然。かわしていく。当然かわします。もはや。1。885か。いや、悪くない。悪くないどころか、強い。従前の強さ。あー、直接致命してしまった。これではもったいない。これ、ちょい離れたところから R2。そして、1。234からの13142、いただいたな。ついにその境地に行ったか。そんなに強いところまで行ったか。これもう一発ぐらいいけそうな匂いがしたんだけど、気のせいか。それは気のせいか。ドン、めちゃくちゃやりやすい。めちゃくちゃ狩りやすい。え、てか、これで、これってことは、左手モーリオン持って右手普通の直剣持ったら終わりじゃん。最強じゃないか。なあ、ヨウム。終わりだ。いやー、いいね。ちゃんと当てればこれ、2ターンキルいけたな。それほどの強さ。あまりにも強い。モーリオンブレード。旧森。ガレリア。危ね。ギリギリすぎだろ、これ。どうする？行くか。これ、配備も用意してるから。つまり、それは、戦技で盾を崩し、そして、大ダメージを与えていく。そのための方策です。そのための準備。すべてはその結果に、基づいて、その結果のために、勝利のために。うまい、今の。今のなんかムーブ、クロート臭がした。底はがとないクロート臭。これ、スタミナの限りね、切りつけるっていうね。これですよ、要するに。これが勝負を分かつ、いや分かちがたく言っただろう。蝶よりも花よりも丁重に扱えと。あまりにも強いな、これは。あまりにも強いな。ゴッドヒルト、小麦、そして初手、これを投げたらかわしてから投げる、そしてもう一発投げる。つまり外すということです。そして死ぬということです。チャンス来た。いけ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 、あと一発。ま、あと一なでね、終わりです。まさかの鉱山、アラネアハイウィング、カムイ、シシキシアルバート、決勝の娘、クリエムヒルト。逃げたか。じゃあいいよ、俺もそこまで追いかけることはしない。今この戦場から去ろうとしてるものをね、わざわざ殺そうなると、そこまで終わってはいない。あと大事なのは急速調整だけど、これでできるか否か。リスク無理だろこれ。ちょっとこれやめよう。ちょっとこれダメだな。ここで急速調整してたら俺はもう生きていられない。これロイド、これのこれですね。で全開できず、でも緑化草を食べる。マジで生きてるんすか。よし、もう S なし。でもエストなどいらないと判断したから。今ね、エストなどいらないと。攻撃はエストなどいらないと判断した。結局ただの直剣だから。エクスカリバー、まあ、ただの直剣。ただのちょっと弱い出血直剣だから。ただね。丁寧にかわしていけば答えてくれる。しかも今回ね、スタミナ上げてますから。スタミナ上げてるってことは、すなわち勝利なんです。
このちょい今の当たるのはロングイ、完全にロングイ。オッケーオッケー、これきっちりかわそう。サビが来るからきっちりかわそう。丁寧に見聞色を鍛えすぎた。2秒先見えるから、一旦ワープしたら行く。ここで行きます。はい、無駄。後ろから1、2と、そして裏回りして、丁寧に裏回りして、今のはない。火力えぐいな。エクスのっけてる。カリバー力をのっけている。兄と弟の力を。下を見るなよ。 HP1 を見なければおのずと勝利が近づく。なぜなら意識しないから。硬くなり緊張しない。それすなわち勝利の結果が訪れる。王子、いつまで守られる側でいる。これは父と子、そして王の物語。戦技は使うタイミングがない。僕から以上です。そういえば忘れていた、この防具の存在を。この姿からね、忌み嫌われていたから。まあ最終的に技量を振るのもいいんですけど、まあ結論ね、結論というか極論ね、極論インファイトでぶん殴った方が早いってとこをお見せします。では最終決戦、ロンドール VS 王。王を打つ特に理由はない。そしてこれはね、やっぱりねインファイトなんですよ。ただ出血効きにくいから、もうとにかく火力で攻める、火力で攻める。で極力攻撃はもらわないようにする。極力ね、無理しない程度に。ハッカーはもらわない。世界最強か。五条悟、特急。まあでもこれからの世界は悪いけど、特急とかそういうものでは測れない、そんな時代になってきたから。すでに呪術全盛の時代だから。はい、デュクシー。マージか。まあ逃げますか。逃げた方が得だしね、このモードは。このモードに関して、ことこのモードに関して言えば完全に逃げた方が得です。逃げ得です。早く早く、長い槍か。槍はそんなに得意ではない、得意ではないという報告です。まあでもね、これ歩き回避ができる分、割と簡単っちゃ簡単なんだよ。簡単な部類。出血ないすぎる、その出血ないすぎる。よし、ついたな。片膝、逃げさせてください。その逃げはなしはなし。目がしばしばしてきた。怖い、来い来い。これは R2 を叩き込み。ごめん、目がやばい。なんだこの攻撃は。番外戦術は望むところじゃねえ。潔くないぞグウィンよ。それが王のすることかよ。許せん。確実に払う。ダメージを受けずにな。はい、これ走り、そして1、2と。ケリアマン実質のダメだから、実質実質ね、実質。 OKOK、 そこだ。来た、この時を待ってたんだ。初子を貫徹できなかったな。キュースは使わないというね、絶対的な事実。なぜか使おうとしてしまった。なぜかね、目の前に出された瞬間それを使おうとしてしまったんだよ。それが俺の敗因だ。もう迷わない、絶対に迷わないよ。もう使わないって決めたから。そこに対応できないのは万死の厨房。ここに極まれる。あえてあえて食らう。これ次ひるみます、ひるませます、連撃食らわせます。あまりにも強すぎます。ほい、無駄無駄無駄。終わり終わり終わり、終わった。ワンチャンキュース入ったら美味しいなでやってるからダメだ。ガチで行こう、ガチで。来たな、見せてやるぜ俺の本気を。セキュリ、はい、こっち。1、2、やめた。
真面目にやるか。なんで最後の最後にグダる。今有馬騎将に赤眼の王にね、真面目にやれって言われたわ。真面目にやります。全力でいきます。ほい、1、2、かわして1で、この距離、この距離がベストなんだよ。全てに対応できるから、対応力。ここで行けるときに行くと。今のいいね。今の後ろの下がり方は思ったよりいいぞ。思ってる場合いいぞ。2発目の間合いの外に行くのがベストですね。もう覚えた、もう分かった。理解行ったよ。1、またやりか。無駄だね、通り過ぎる。それはなし、ナッシング。あえて食らってます。どうする、回復でしょう。これが甘えを抜いた俺の本領、全力です。甘えを抜いた、もはや俺に隙はない。絶対に勝つというね、断固たる決意。断固桜木、これ一発アルツ、これです、これなんですよ。もはや甘えない。あまりの甘えなさにね、もう完璧すぎる立ち回りを見せるしかなくなってきてる。これはダッシュ、1、2、無理はしないよ、絶対。スタミナ的に1回、これ受けられる、1回、これも1回、出血はありがてえ。これも一発、一発、逃げ逃げ、これは攻撃しない、スタミナ不足。これだよ、これだよ、これだよ、俺の求めていた決心戦は。これが直剣の戦い方だ。ということで、お疲れ様でした。モーリオングレード、いや直剣強いですね。直剣が強いです。ただモーリオンはやっぱり主攻じゃないですね、助攻ですね。あくまで左手もしくは右手に持ってサブウェポンで、で赤類発動して急速と赤類を合わせて、そしてとんでもない火力を出すっていう武器です。だから今回のようにメインで使うってなったら、もう一本ね、片手にモーリオンを持って重複させてぐらいのことしないと、やっぱ最強とは言えないんじゃないかなと思います。ただね、直剣だから使えますね、全然使えるんですけど、周回を回すってなると足りないので、やっぱりメイン火力にはしない方がいいと思います。お疲れ様でした。